私は何も電源スイッチも何も今触ってないという状態ですが、この状態で携帯を通信に進化、鎮圧執行システム、ドミネーター起動しました。ユーザー認証、ヒノザノフシカ監視官、公安局刑事課所属、使用許諾確認、適正ユーザーです。現在の執行モードはノンリーサルパラライザー、落ち着いて照準を定め対象を無力化してください。まあ、こんな感じでですね、今何かこのプレゼンのために何か特別なセッティングをしたということは何もしてなくてですね、皆様のお手元に届いたですね、弊社のドミネーターの方を、まあ、箱から出して起動していただくと、まあ、今言ったようなですね、音が再生されて LED がついたというような動作をいたします。まあ、一番基本になる動作はですね、こちら、ドミネーターの方がパラライザーモードからエリミネーターモードに変形するというところをちょっとお見せしましょう。犯罪係数オーバー300、執行対象です。現在の執行モードはリーサル・エリミネーター、慎重に照準を定め対象を排除してください。現在の執行モードはノンリーサル・パラライザー、落ち着いて照準を定め対象を無力化。